チャック・パルンボ、チャック・パルンボ、チャック・パルーンボー、1971年6月15日イ、はアメリカ合衆国のプロレスラー。ロードアイランド州ウェスト・アーウィック出身のイタリア系アメリカ人。本名はチャールズ・ロナルド・パルンボ、チャールズ・ロナルド・パルーンボー。愛称はチャッキー、またはチャック。名字は正確にはパランボと発音する FBI 時代はイタリア語風に パルボとアナウンスされていた。プロレスデビューは1998年、ザ・デュードの名でインディー団体で試合をしていた。その頃に一度だけ WCW のマンデーナイトロに出場している。それから6ヶ月後に WCW パワープラント入り。その抜群の身体能力でわずかな期間のトレーニングで WCW デビューを許されたスーパールーキーであった。 デビューまでは、密林の野生児ギミック、ジャングルジムとしてテスト試合をしていた。しばらく若手や中堅選手主体の番組で活躍した、あと、WCW の生放送番組にも呼ばれるようになり、早くからレックスルガーのライバルに抜擢され、ザメインイベントのニックネームを付けられるなど将来を、職望されていた。ショーンスタージャックとのタッグ、ザ・パーフェクトイベントでは、 WCW タッグ王座に3度輝き、ビンスルッソーが仕掛けた、エリートルーキー集団、NBT、ナチュラルボーンスリラズのメンバーとしても活躍。同メンバーでもあったショーン・オヘアとのタッグでも、チャンピオンとして君臨した。その後、パルンボオヘアに嫉妬した、スター・ジャックとマーク・ジンドラック反発し、NBT は解散する。WCW 最後のマンデー・ナイトロでは、 マイク・アッサムランス・ストームチームカナダとの試合に見事勝利し WCW 最後のタッグ王者となった WCW が買収され新境地を WWF に移すシェイン・マクマホンがオーナーとなった新生 WCW の所属となり WCW&ECW 連合軍アライアンスのメンバーとして活動 WCW 時代からのパートナー ショーン・オヘアと共に、タック戦線に殴り込みをかけるが、層の厚い WWF の中では活躍できず、オヘアが二軍行きを自ら志願し、タックを解消することになる。WCW タックベルトもジアンダーテーカーケインに奪われた。その後バルンボは、しばらくして、アライアンスを追放されて、WWF 軍に入り、ビリーガンに弟子入りすることになる。二人の関係は、 次第に深まり、指定の関係を通り越し、男同士でありながら愛し合うようになってゆく。髪を金髪にし、お揃いの赤いパンツに赤い鉢巻キをした、ゲイギミックのタッグチーム、ビリーチャックがこうして誕生した。互いの美しさ、主に筋肉を褒め合い、時には怪しげに絡み合う男と男の筋肉ワールドを展開。トリーステージのディーバコンビとポージング対決を行ったり、 男同士で結婚式を挙げたり、バレンタインデーでは互いにチョコをプレゼントし合うなどの路線に進んでいたが、WWF 世界タッグ王座を二度にわたってダッシュする活躍を見せた。しかし、ビリーの長期欠場によりタッグ解消。しばらくシングルプレイヤーとして活動し、ンジをジョニー・スタンボリーと共に旧 e c w を発祥とする。 純血イタリアン小規模マフィア会 BI、フルブラテッドイタリアンズを結成する、その時にヒールターン。3人の絶妙なチームワークで徐々に人気を得て、ベビーフェイスに転向する。会 BI の人気が出始めた頃、自身の RAW 遺跡により会 BI を離れ、またシングルプレイヤーに戻る。途中からカスタムチャッキー P のリングネームで活動するも、あえなく解雇される。 WWE 解雇後、2005年2月に、全日本プロレスの、ジャイアントババ7回期追前工業に参加。その後本格的に、全日シリーズにも参戦し、タルが首領を務めるベディウ・マーダーズの一員として、オーレ。先に参戦していた、WWE 時代のタッグパートナーであった、スタンボリーと、再び合体し、息のあった、タッグプレイを見せた。また、 入場テーマ曲は FBI 時代と同じである。2005年のチャンピオンカーニバルでは武藤刑事を破る活躍を見せた。その間にもイタリアやメキシコの団体に参戦するなど精力的に活動していた。2006年3月初頭にダークマッチでロブ・バンダムと対戦。その結果、3月12日に WWE と正式に再契約を結ぶ。しかし、 その後は、ダークマッチや株団体で数回試合を行う程度で、1年以上経っても、本格復帰はしていなかった。クリエイティブから長い期間自宅待機の指示を受けていた時期もあり、いわゆる買い殺し状態にされていたことになる。2007年4月末頃から、毎週のようにダークマッチで試合するようになる。そして、5月25日に、WE w 全座番組ヒートで復帰。 再契約から実に約1年2ヶ月という長い期間を経て、ようやく TV ショーに姿を見せた。以前よりビルドアップしており、超ズボンにリストバンド、肘サポーターを黒に統一させた格好でバイクに乗って入場するなど、アメリカンバットアス時代のジ・アンダーテイカーのようなスタイルに変身。この復帰戦では多くの歓声を受け、チャーリーハースをフルスロットル、 変形フェイスバスターで撃破。7月よりスマックダウン所属として登場した。その後、表だった構想相手がいない状態が続いたが、9月にミシェル・マプールをマネージャーにつけて登場。2008年2月に行われたロイヤル・ランブルに10番手として出場し、ジェイミー・ノーブルをジャングルキックでリング外に落としたが、CM パンクに脱落させられた。 この頃からマクールとの仲が微妙なものとなり、マクールがノーブルに接近したことからノーブルとの交想に入った。同年3月、レッスルマニア24のダークマッチとして行われた ECW 王座への挑戦をかけた24人、バトルロイヤルに参戦するも脱落、挑戦権は得られなかった。6月の追加ドラフトでは RAW への移籍が決定。 スマックダウンでのライバルでもあったノーブルも共に、追加ドラフトで移籍してきたが、RAW にて構想を再現することはなかった。移籍後は泣かず飛ばずの状態となり、構想相手ができないまま11月7日に再び、二度目、解雇された。2009年よりイングランドを拠点に活動。11月にヒュー、ハーツエセックスレスリングに参戦し、旧ヘビー級王座を、 ブレッドメドーズからダッシュするが2日後に再戦し敗戦。わずか2日で、大座防衛に失敗した。RAW の前座番組、ヒートに登場した、超短命に終わった自動車整備士ギミック。自動車整備士とは言うものの、普段のパルンボのショートパンツ姿を、超ズボンにして、手袋のようなものをはめただけの格好であった。登場回数は2回だけであった。 2004年10月31日に放送されたヒートに初登場するが、この放送からわずか3日後の11月3日に解雇されることになる。7日に放送されたヒートには、試合日が解雇前だったということもあり登場している。ワキウェイプウー楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。